モンテカルロテレビジョンフェスティバル最優秀ゴールデンニンフ賞受賞作品を映画化。閉鎖してね、転職をするっていうのも悔しいよね。すっごい悔しい。仕事は誇り高き下請け。本年度中は度重なる依頼にご対応いただき誠にありがとうございました。下請けの下請けの下請けのそのまた下請けの仕事を10年。一言こういうのが来ると全然違うよね、下請けだってね。作る部品は世界のトヨタ車のどこかへ。今回トヨタはレースの先頭集団にいたのですが、つまずき大転倒してしまいました。どうもこれは方向が変わっていくなっていうのを、自分だけで確信したっていうのかね。襲ってきたトヨタショック。選んだ道は廃業。もうシャキッと干すってことはダメだね。シャキッとしなさい、あんた。シャキッと、シャキッとして、ガラパチなもんだけなかなかね、言えば男のことうまくいかなかったとか、まあ仕方がない面もあるんでございます。振られる時の目、文句が一言ね、君は可愛くなかったケンちゃんどうしてくれるの、バカにしてない。そんな名古屋のおばちゃんの生き様に世界が感動。民放初モンテカルロテレビジョンフェスティバルニュースドキュメンタリー部門最優秀、名古屋市南区四字下請け工場の廃業物語。笑ってさよなら。